怒りが舞い忍びます。リム、悪の誇りを舞い隠れよう。最終戦勝負。だいぶ風紀の乱れを直しましたわ。おい、イカルガ。うん、リムちゃん、どうかしましたか。空気の乱れを正すと言って、いろいろ頑張っているようだな。はい、だいぶ改善されて皆さん過ごしやすくなったかと思います。忍び転身。はい、だいぶ改善。忍び転身。だいぶ改善されて皆さん過ごしやすくなったかと思います。もらった。ジュース。はい、だいぶ改善されて皆さん過ごしやすくなったかと思います。そうか、ちょっとやりすぎじゃない。僕は個性として認めていい部分もあると思うんだけど。個性は個人の考えです。はぁー、飛炎放線一式、これで終わりです。個性は個人の考えです。はっ、行くぞ。はあ、ローリングサンダー。個性は個人の考えです。空気は皆さんに影響するもの。個人の考えが全体の規律を乱すことは許しません。個性を殺してまで守らなきゃいけないのが空気。ガッチリ。やはり規律の中の個性こそが正しいのです。お分かりいただけましたでしょうか。クラス委員ですもの、このくらい当然ですわ。皆さんも私のルールに従っていただきますよ。何がルールだ。自分の格好をよく見てから言え。え、はあ、はあ、そんなハレンチな格好のやつに。飛ばしますね。高評価をいただき光栄です。これも修行の成果です。おかえり。よくぞ。おかえり。おかえり。